榎並理事長の川越まちゼミラジオ。はい、今日も元気な日曜日、時刻は10時30分を回りました。おはようございます、榎並理事長です。この番組は2014年から始まった川越まちゼミで講師として活躍している川越の商店主の方、類まれなる才能を発揮して活躍されている川越人をご紹介し、川越の商店街をはじめとしたお店や街を元気にしていこうという番組です。詳しくは YouTube のラジオ川越チャンネルに川越まちゼミラジオを検索していただき、第1回の放送をぜひお聞きください。というわけでですね、はや今回第3回目になるんですが、第3回目のゲストは株式会社都不動産小野山麻里さんにお越しいただきました。小野山さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけでですね、早速ですけれども、はい、小野山麻里さんをご紹介したいと思います。はい、小野山麻里さんはお母様が社長、お父様が専務で家族経営をされている株式会社都不動産で宅地建物取引士としてご活躍されております。インテリアコーディネーターの資格も取得されており、特に女性に優しいお住まいを一緒に考えてご提案されていらっしゃいます。今年創業11年目、地域に密着した不動産屋さんとして日々活躍されています。はい、ということでですね、はい、ありがとうございます。はい、まちゼミのことも含めましていろいろお話をさせていただけたらと思うんですけれども、はい、不動産屋さんのホームページを、はい、ちょっと拝見、まあ、ブログかな、拝見させていただきまして、うん、まあ、いろんな、商品をお取り扱いになられてらっしゃるかと思うんですけれども、そうですね、まあ、居抜き物件であったりとか、はい、貸し店舗の専用サイトをお持ちでいらっしゃったりとかっていう中で、はい、まあ、特にちょっと目を引いたといいますか、気になったのがご年配の一人暮らしの方、まあ、最近増えてきてるのかなというふうに思うんですけれども、そうですね、そういった方に対するケアといいますか、そういったことに非常に特化されている取り組みをされていらっしゃるというふうに、見ることができたんですけれども、はい、どんな工夫をされているかお教えいただけますか。はい、私たちはですね、自分の親が両親が、まあ、70っていうこともあって、まあ、年配の方、まあ、70に近い方がですね、一人暮らしをされていても、まあ、快適に暮らせるようにということで、お住まいの引っ越しの手伝いをしたりとかですね。で、まあ、どうしても年齢を重ねると家探しってとても難しいんですね。ああ、そうですよね。はい、保証人の人がいないとダメだとか、うん、同じ川越市内に住んでないと家を借りれないとか、一人だと、はい、そうか、そういうことが起こるんですね。そうですね、まあ、ちょっと失礼ですけど孤独死とかそういった問題もあって、うん、まあ、大家さんがちょっと貸しづらいとかそういった、うん、面もあるんですね、うん、はい、なので、まあ、私たちはその家族のように、まあ、お客様ですけれども、その後もアフターフォローとして、まあ、時々定期的にお電話したりとか、うん、まあ、気軽に、ちょっと今コロナで難しいんですけど、そうですよね、はい、来店して、はい、うん、お茶飲んでってくださいとか、そういうふうなスタイルをずっとやっていたんですね、はい、で、ある時に先ほどブログをアメブロで川越不動産屋の娘っていうので書いてるんですが、全国住宅賃貸新聞社さん、はいはい、の方から、うん、記事にさせてくれないかっていうことでお声掛けいただいたんですね、うん、へー、はい、それでまあ、たくさんの方にもこう、ね、知ってもらうきっかけになったりとかしたのかな、はい、そうですね、はい、英語のサイトもなんかあるっていうのをなんかちらっと見たんですけれども、はい、なんか英語お得意でいらっしゃるんですか。あ、そうですね、まあ、短大も英語学科だったんですが、そうですか、はい、クリーンアップ、はい、新卒で入ってクリーンアップ株式会社を退社して、そもそも最初不動産屋さんじゃないんですね。そうですね。そうなんですか、はい、はい、住宅設備機器メーカーって言って、まあ、キッチンだったりとかお風呂とかの、はい、相談ができるところ、はい、ショールームって言うんですけど、そこのショールームのスタッフ、はい、チーフを やらせてもらって、はい、で、まあ、20代ですから、まあ、いろいろ野望とかね、野望とかやりたいことがあって、野心とか、はい、なるほど、で、はい、まあ、ちょっとやっぱり英語も自分挑戦してみたいっていうことで、はい、2000年のシドニーオリンピックの時に、はい、
シドニーに一人で行きまして、語学留学ですね。シドニーオリンピックの時にシドニーに行った、はいはい、じゃあシドニーオリンピックを見た。そうですね、高橋尚子さんも拝見しまして。高橋尚子さんを見た、はい、生で、はい、まあ、ビューンともう早かったんで、はい、もうちょっと一瞬でしたけれど、はい、走っていくのがね。そうですね、わーみたいな。もう自分で日本の旗作って、はい、あ、すごい、走でこうやって応援させてもらったんですが、でもそれはもう勇気づけられたんじゃないですかね。そう、でも英語で声かけたりしたわけではなくて、あ、でも本当にだから自分の英語力を生かそうと思って外国、はい、まあ、シドニーにね。そうですね、うん、英語力、まあ、そこそこついてなんですが、まあ、その時は本当に貴重な体験をね、はい、させてもらって、いろんな国の人との交流だったりとか、まあ、同郷だったりとか、そういうものも一緒にね、いや、お一人っておっしゃいましたよね。そうですね、すごい、それはね、はい、本当に度胸がつきますね。そうですね、なかなかできるもんじゃないですよね、はい、でもうバックトゥジャパンで帰ってきて、はい、で何か英語を活かせる仕事はないかなとそこから考えたんですけれども、はいはいはい、まあ、ショールームってコミュニケーション能力がとても、うん、重要だと思うんですよね、はい、聞く力だったりとか、はいはい、でそこから、まあ、ちょっと秘書業務、はいはい、秘書業務っていうのも、まあ、事務のスペシャリストとかって言われてるんですけども、コミュニケーション能力が高くないと務まらない仕事だと思うんですよね、はい、で、まあ、ちょっと秘書業務に挑戦してみようっていうことで、外資系 の、 まあ、アシスタントって呼んでるんですが、はい、秘書業務のことを、はい、アシスタント職をさせていただきました。あ、じゃあもう外資系ですから、はい、もう英語によるコミュニケーションを、はい、あ、するんですね。それはすごいですね。でも今の話ずっと聞いてる限りだと、はい、不動産屋さんに行き着かないんですけど。そうですね、はい、で、まあ、考えてみたらですね、ルームシェアとかも経験したりとか、はい、でその時に外資系の秘書をやっていた時に一人暮らしをしてきたりとか、はい、まあ、いろいろ家を変えてるんですね。部屋を変えて引っ越しの経験がなんと13回。ご自身で、はい、13回ご自身というか、まあ、はい、家の自分 の、ね、の、はい、赤ちゃんの時からも数えてなんですが、お、はいはいはい、全部人生でね、はい、っていうか13とかよく数えましたね。そうですね、他にも片付けのセミナー講師をしてる時に、私は一体家を何回変えてるんだろうっていうので、ちょっとカウントしてみたら、あ、13回も引っ越ししてるんだっていうことに、はい、そうでしたか、はい、気づきまして、で、まあ、ちょっと自然に、まあ、うちの父もですね、住宅の営業をしていたので、まあ、家というのはそもそも興味があったんですね。新卒でクリーンアップに入っているぐらいですから、はい、で、まあ、ちょっと不動産業というのにも興味を持っていた頃に、うん、ちょうど両親が不動産業を始めるということで、はいはい、あ、それはそうですもんね。立ち上げ、それ、あれ、みやこ不動産さんは、はい、創業11年目でしたっけ。そうですね、はい、それでそのきっかけで、あのご両親様も始められたと。はい、それでそのご自身も、はいはい、で、はい、まあ、やっぱり宅地建物取引士という国家資格が必要なんですよね、不動産業をするには、はいはい、なので自分もじゃあ勉強しようということで、その時、はい、まだ子供が小さかったんですけれども、はい、まあ、独学で独学で、はい、夜9時以降に毎日勉強を重ねてって、で一発合格っていうことで、すごい、それは本当にすごいと思います、はい、お子さんがいる中でね、なかなかね継続して勉強できるものないですからね。ありがとうございます。それは本当にすごいと思います。ぜひうちの生徒たちにその話してください。そうですね、はい、私さくら S 個別塾という塾やってますんで、ぜひ中高生にその話していただきたいなと思います。はい、そうですね、はい、ま、継続は力なりで、そうですね、はい、ちょっと今後の町ゼミの講座で私もぜひご検討ください。はい、で、まあ、大事なのは、はい、今回の第13回川越まちゼミにも、ご参加いただくかと思うんですけれども、はい、その川越まちゼミでの実施予定講座についてお伺いしたいと思います。はい、小野山さん、どんな講座やられるかお教えいただけますか。はい、今回ですね、今まではずっと私一人で、まあ、お部屋の話だったりとか片付けの講師のをさせていただいたんですが、はいはい、花と色のセラピスト安福恵子さんを迎えして、はい、コラボ企画を考えました。あ、コラボなんですね、はいはい、で安福さんからは、まあ、
何気なくあなたが選ぶお花っていうのは意味があるんだよ、メッセージがあるんだよということで、あのお話をいただいて、はい、で私あのなんと、ま、お部屋に関することは何でも知りたいという気持ちがあって、自粛期間中にですね、はい、風水鑑定 の、はい、あの学問というか勉強をさせてもらって、あのフライングスター風水鑑定士というのを名乗ることができたんですね。何ですか？フライングスター風水鑑定士、はいはい、そうですね、おお、はい、そこは英語にならなくて大丈夫なんですけど、はいはい、あのいわゆる香港流 の、 あの風水鑑定ということなんですね。香港、はい、フライングスター、そうですね、はいはい、あ、そうなんですね。日本だとどうしても占いとしかちょっと思われてないんですけれども、はい、あ、そのイメージすごく私も強く持ってます、はい、強いですよね、はい、で風水っていうのは、まあ、そもそもお部屋の環境を良くしようっていうことで、人が心地よく住むにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えられた環境学でもあるんですね、うん、でインテリアコーディネーターもですね、環境学っていうのを習うんですけれども、はい、例えばこの部屋の中の空気にはいろいろなものが入ってます、はい、あの酸素だったり二酸化炭素、うん、はいはいはい、で、うん、あの空気中、大気中には湿度も含まれてますよね。湿度、はい、はい、うん、湿度っていうのは水分なわけですけど、そうですね、はい、はい、で例えば、まあ、夏の時期は、まあ、湿度 80%、 90% じゃないか、まあ、80% を超えると、はい、うん、不快指数といって誰もが 80% 以上の湿度を超えるともう不快だっていうふうに感じるものなんですね。ああ、そうなんですね、はいはい、であの反対に 40% を切ってしまうと人間はまたあの乾燥していて大気中に湿度が足らなくてあの不快だっていう風に感じるんですね、はい、でそれが何が絡んでくるかっていうと風水っていうのはですね、はい、まあ、皆さんもよくご存知かもしれません、はい、角度をすごい太陽に当たる、はい、まあ、東南のがいいとか、はいはい、そういうの気にするんですけど、方角のイメージがあります。そうですね、方角ですね、うん、で例えばその太陽の光が当たっているところは暖かいですよね、はいはい、で暖かいとまあ、湿度が、ね、下がってしまったりとか、はい、でそういうお部屋の向きがどういう向きを向いてるかっていうので自然とお部屋の環境を良くするっていう、うん、そういうことを、うん、まあ、風水でははい、示唆してるんですね、はいはい、そういったことを、はい、その町づみの中でご紹介していこうということ、はい、そうですね、はい、そういったお話もちょっと語り尽くせないんですけれども、そうですね、はい、まあ、ちょっとギュッとした時間で ね、 そうですね、この花と色のセラピストの、ね、はい、方のお話と風水の話ということで、はい、コラボしてやるということですね、はいはい、非常に楽しみな講座だと思います、はい、楽しみにしようと思います、はい、よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございます。はい、今回のですね、川越第13回川越まちゼミは緊急事態宣言にもよりますが3月26日から4月30日で実施予定です。3月19日の金曜日から受付が開始になります。詳しくは川越まちゼミのチラシ、川越まちゼミのホームページをご覧ください。さあ、あっという間の15分でございましたが、はい、楽しかったです、はい、ありがとうございます、はい、お別れの時間近づいてまいりました。この後10時45分より川越で夢を叶えようの番組をお送りいたします。引き続き FM88.7MHz ラジオ川越をお楽しみください。本日のゲストは川越株式会社みやこ不動産小野山真理さんでした。小野山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは川越まちゼミラジオ、本日はこの辺で、皆様どうぞ良い週末を。さよなら。